ません、ダイトさん、ユニバの話してました、すいません、ダイトギケン、はい、ダイトに集中しましょう、今ダイトギケン、これはダイトギケン、すごいね、散歩キュン目戻ってから、散歩キュン目もう当たるね、いい加減ね、あ、カチャカチャしてる、あ、やだー、ここカチャカチャする、うわできて、あっ、あ、え、え、え、あっ、おっつ、あっつ、あ、大チャンス、もう戻ったね、これはさすがに行ってほしいよ、裏ボタンは押してません、押しません、もろたで、もろたでデフォール、おほーい、ナイス、よかった、素晴らしいです、ショーが、わー、来て、来て、ピシャーンってなるの、あ、あ、言われました、おい、すごいじゃん、すごいポケン来るじゃん、150分の1じゃないですよ、どっちボタンは普通、あ、え、え、熱って出てて、カチャカチャの下よ、熱言うてて、なんか角当たり引けてなくてさ、出して取れない、今こっちが喋ってるでしょうかありがとう、どんどん遮って、あ、ミカゴだ、来た、50% の演出結構出たよ、 50% でダメって言いたいのねえ、あ、ダメって言いたいんだね、そうなのね、後半の保留変化嫌い嫌い嫌い、もう紫嫌だ、次のポッキュンで当たるってことだな、そういうことだね、次で当たんなかったらも帰ります、2ポッキュン外してるから、ね、私はもうゼロポッキュンなんで何にも言えません、ゼロポ、ゼロポです、ゼロポ、家系ラーメンってこと、うわー、家系ラーメンポッキュンおめでとう、家系ラーメンだ、そうだね、家系ポッキュンは当たるわ、そんなのはどんだけポッキュンなんだ、20、どうなった、ちょっともらって、1ポッキュンもらってもいいですか、またですか、なんか2、30回手に1回ぐらいポッキュンしてんだけど、アマデジじゃん、ポッキュンだけで見たら、カシャカシャしたから、カシャカシャしたから、さっきはね、1回外れたけど、そう、ね、そんな外れないよ、なんかね、もやかかってんの、ちょっと、なんだよ、これ、そう、もやもやして、あ、普通に戻ったか、普通に戻ったわ、早めに保留変化して、それ、本当にそれ、ここで保留変化をしてくれそうにないなんで、またやっとで弱いんだよ、チャンスは、チャンスは弱いって知ってるの、あ、でもウサギ軍だよ、ウサギ軍が、なにこれ、おウサギ軍だよ、初めて見たよこれ、おウサギで会ってるのか知らないけど、うわプチューンしたけど、強欲、え、何これ、何これ、初めて、そうね、あ、すごい初めて、プチューンしたよ、どうなるの、どうなるの、強欲プチューンで当たらない台とかないんじゃない、だってプチューンしたからね、強欲でも強欲じゃない、絶対とでも言うんですよ、もう嫌だ、もう怖いから見てられないから私は打ちます、何のプチューンって言うんだっけ、これ視界にも入れたくない、怖い、もう本当プチューンってしたよね、うん、プチューンした、プチューン、うん、プチューンしたしてた、プチューンは嘘じゃない、プチューンはしてた、うん、カシャカシャもしてた、うん、カシャカシャプチューンしたね、うん、ただ紫で当てたことが一回あるからね、そうそう、だからなくはないと思うけども、うん、子供見てらんないんで、回します、でも家系ラーメンだからこれ、そうね、うん、カッコカテナだよ、その家系ラーメンって、だよ、いや、嘘だろ、何のプチューンで、あのプチューンって何だった、何のプチューンですかね、あの先に待ってるのが違ったら当たったとかですか、そういうことかな、オウサギ、ていうかこのカシャカシャ弱くない、弱いね、急
9リゼロよりな、なんかなんでそんなことでした、なんでよ。次で決めましょうってこと言ってる言ってる。次の呼吸で決まるってこと。おーい、ちょっとびっくりしすぎ、10回転後ちょっとびっくりしすぎて、私が声出ちゃった、ね、10回転しか経ってないよ今。次のポキュンで決めるってこと、ポキュンって言ったからもうそれです。私もカチャカチャしてるよ、また。もう見なくていい、そこ見なくていい、もう、もう信頼度ゼロのカチャカチャしてる、うん、もうあんまり意味がないってことが分かったカチャカチャしてるだけか。ポキュンしてないの、それはさすがに。そうゼロ、ゼロ煽りですか。ゼロ煽りってよ。へぇ、久々に聞いたな、この音ね。なんか紫のモヤをやまとってるけど。ほんとだ、もう紫恐怖症だからさ紫以外の色にしてほしいんだけど、本当にできればそうね、紫見たくないんですよ。紫の蝶々はもう見たくない、うん。でもオーラまとってるの初めてだね。あ、あ、そう。あ、死に戻り保留だっけ。死に戻りそんな強くなかったはず。 50% とかだったような記憶。でもそっから色つくでしょ。だね、ほんとね。ドックンドックン言ってるよ。これはもう当たってくれなきゃ困ります。もうもう次で決めましょうってことでしょ。だってね、イケラーメン外したけど結局白金ってことよ。どこに帰っちゃった。およ来ないんだ。来ないね。大チャンスっていうあの金持ちは 67% だと。死に戻りのままなの保留。死に戻るってこと最後。戻ってくれ。いや確か死に戻り保留があった。え、なんか復活あるよとかそういうことじゃなくて。出てないな。戻るのでもそんな保留だったら最強じゃね。そうだよね出た瞬間に OK ってことだよね。これすごい怪しいよね。ボタンがレア。あっすー、おーよかったー、よかった。次で決めましょうってことだったね。おめでとう、ありがとう。6回目の当たり、いや、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうエレオノール、ありがとうエレオノール俺たちのカラクリサーカス違うあれか騒がしかった、ね、だってすごい近づいてたもんね。どん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 さ、ポキュンのさ感覚が短くなってたからすごいすごい。これはもう大丈夫だよ。さすがに6回目ですよ、姉さん。ねえ、そんな変えなきゃないよ。もう恐怖症出るよ、バトル告知。そうだね、これ以上行ったら完全告知が痛いまで次もう白出た瞬間にうってなるから。ねえ、完全告知がいいよ、もうエミリやったんだ。いや、怖いって。ごめんな、怖すぎるって。もういい、もういいよ。いや、白で当たる世界、白で当たる世界見たい。私は信じたい、ベアトリスを信じたい。私はベアトリスを信じていたい。ボタンもいたって普通だし、いつも通りだけどね、ね、なーに。あたいたちが一体何したってんだい。こんなに 45% 取るかね。どういうことなんだよ。どういうこと、どういうこと。帰れってことか。そういうこと。もうない、今日の私たちね、右打ちはないの。ないない、ね、だって349この当ててるよ、見てこれ。あんまね、ライトミドルカーぐらい当ててるよ、これ当ててる、ね、なのにちゃんとマイナスなんだよね。ね、おかしいね、うん、ちゃんとマイナスで右ゼロなんだよ、うん。っていうかさ、2人でマイナスサバジョマイ達成してない？
またそうだよね、そんなわけないよね。なわけないよ、3回ずつ当ててそうだよね、ま、え、ちょっと待って、おいくら万円投資されてらっしゃる。39 2人で7。あ、来た、うわ、怖っ。3542枚分だって今残しとこっか、当たれ、頼むよ、もう今すぐにだよ。いい、もういい、ラッシュいい。1500当たれ。そうだね、1500もらえればもうそれでいいですわ。どこ行ってんの私のポケン。あー、サバで締めたかったのに。あー、うわー、3回当たったり立てて終わっちゃダメ。終わっていいですよ、だって神様みたいなこと言ってる。神様だ、すごい。でも400玉あるもんね。400玉、これだけ。じゃどうしようかな、じゃあ私も3球で合わせて、ちょっと待って、ちゃんと計算するわ。3814枚マイナスにならないように、もうバカみたいだからこれになってたら。78×50 です。あの先生、先生なんか先生、地獄の数字が。いやでも私今まだ3万8000円なんで、テンパってるから。 77×50 いくよ。やめよ、やめよ、危ない危ない危なかった、騙されたとこだった。ディレクターに危ないね、危ないね、やめていいですよって。そう、やめていいですよはもうそれ使い切るって決まってたから、うん、今やめれば思うツボだってことだったってことでしょ、うんうん、じゃじゃん、実はみたいなエンディングだったってことでしょ、うんうん、これで大丈夫ってことだよね、うん、うん、多分ね、うん、知らないけど大丈夫ですよね、これ足りるよ、サバジオだからさすがに足りるんですよ、足りるね、危なかった。罠じゃん、びっくりした。え、何この番組って罠あるの。そう、なんかそういうついに、そう、ついにそういうの仕掛けてくるようになりました。ハニートラップならぬ、あまりにも当たり回数が取れてるけどパッとしないっていうことで、そういう大落ちを作ろうとしてきました。すいません、うちのディレクターが。いやいや、もう余計なことしやがって。本当に撤収、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 撤収だよ。こんな6回も当ててダメだった。あ、それはもうそういう日、そういう日、そういう日はダメだから、うん、何言っても。そう、うん、400ぴったりでやめです、うん、やめやめ、帰ろ帰ろ。危なかったね、危なかった。何あのトラップ怖いんだけど、怖すぎるんだけど。あ、まだ大丈夫じゃんって思ったじゃん、うん、え、全然大丈夫じゃないじゃん。仲間だと思ってたけど違ったみたい。やっぱ裏切られたよね、うん、裏切りっていうか多分、うん、今日右打ちしてないじゃん、うん、見せ場ないじゃん、うん、せめてものマイナスサバジョマ行ってもらって罰ゲーム受けさせてっていうあれ取りたかったんでしょ。でしょうね、うん、うん、であの本人はそういうつもりじゃないって言ってるんだけど無意識にそこが働いてるはずなんだ。これだけ、これ、うん、これですね、うん、あ、なるほど、うん、危なかった、気づけてよかったよ本当に。ギリギリの結果になりました。ああいう優しい顔してる人ほど一番危ないから、はい、あ、怖いね、うん、怖い、はい、何考えてるか分かんないから。すごいすごい言われようですけど。追い詰められた2人の結果がこちらでございます。私がですね、投資が1900枚、回収ゼロでマイナス1900枚で終了となりました。はい、で、はい、私がですね、投資1950枚、回収、はい、82分、マイナス1868枚と。はい、ということでトータルがですね、はい、マイナスの3768枚ということで。あー、危なかったね。ギリギリサバの前達成ならずだったよね。サバの日だから達成したかったね。なんならね、右打ちしてこようか、勝手にも通常時、いい、通常時の右打ちしてこようか。あ、もう大丈夫、大丈夫、うん、もういい、もういい、もういいよ、もう大丈夫、無理しないで。そうだね、うん、無理しないっていうか、初立て3回ずつ取りましたからね、我々。そう、だから計6回やっててんのよ。そうよ、すごくない。なんかどっちかはさ、うん、せめて1回そうね、入るもんじゃん、うん、ゼロ。何なんでしょうね、ほんとね。だから今日は2人とも引きが強すぎた。そうね、だからカラクリサーカスってたら大変だったよ。すごかったと思うの、劇場ジャッジ取りまくり、うん、なんだ。だからあのスマパチ打ってなかったらもっと当たり回数増えてたし、増えてたし、ジャギ打ってたら多分5万発出てたね。すごいね、うん、じゃあプラスってことでいいですか。でも負けてないよね。負けてないね、うん、結果的に負けてない、負けてない、うん、我々は勝った、勝った、はい、勝ちました。今日はあの勝負には勝った、はい、勝った、うん、まあ、結果的に見たら負けかもしれないけど、なんでか分かんないマイナスですね、これはね。ただ我々は勝ったっす、勝ったよ、はい。
サバの日に勝ててよかったです。はい、であの店内ねちょっとだけ見ましたけど、うん、やっぱパスタコーナー盛り上がってたので、うん、全てはね朝の不運からスタートということで、うん、これに関してはもう我々の、ね、うん、引きが強すぎたっていう結果ですから、ちょっとね呼んじゃったね、呼んだタイミングを完全に結果勝ちということで幸せな内容に終わりました。ただあの変わらず T シャツは5枚残ったままですので、はい、今後も続きます。おかしいね、買ったはずなのにね、はい、結局この T シャツこ配り終わった後に何するか何を皆さんに配れるようになるかっていう話もできてません。当たんなかったんで、あ、いや当たった、あ、当たったんですけど、うん、できなかったです。なので次回に持ち越しです、またはい、ということで達成ならずでしたが、いかがだったでしょうか、リゼロ2打ちたくなった方いると思うんです。おお、いるかな、ね、いると思う。我々が取れなかった分俺が取ってやるぞ、私が取ってやるぞみたいな方いらっしゃると思うんで、まあね、みんなのねあれを鳴らしといたから、そう、うん、皆さんは取れると思います。鳴らしたら 55% なんで今すぐパチンコ屋さん行ってリゼロ2打ってきてくださいということでまたお会いいたしましょう。さよなら、ありがとうございます。さよなら、悔しい。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。